皆さんこんにちは、本日はアイアンで距離がどうしても出ない、また方向性が安定しない、しっかり打っているつもりなのにボールが右に吹けてしまうという方、この練習ドリルを行ってください。今回、ご紹介させていただく練習ドリルはインパクトからフォローにかけての動きをしっかりと作っていく練習ドリルになります。このインパクトからフォローの時に左肘がこのように抜けてしまったり、手の動きよりもヘッドが下にいる、手の動きの方が早かったりとすると、このようにヘッドが下に来てしまいます。インパクトからヘッドが手を追い越すといった形になると距離は伸びてきます。距離が出ない人の共通点として、このポジションでこのような形で打ってしまっている傾向があります。今回はこれを修正していきます。このようにグリップを離して右手の返し、右手のこのように伸ばしていく動きを覚えていただきます。バックスイングからフォローで右手を伸ばす、このようにグリップを離すことで、それぞれ左手右手の感覚というのがそれぞれ養うことができます。このように握っていただいて、インパクトから右手を伸ばす、この意識で一度ボールを打ってみます。フォローで右手を伸ばす、このポジションからアドレスはこの形、インパクトで右手を伸ばす。この動きは急いで振るのではなくて、ゆっくりとしたスイングで、スイングのこのヘッドの動きを意識しながら、確認しながらゆっくりと振ってください。で、打ち終わったこのフォローの形がポイントになっていますので、しっかりと打ち終わった後に手よりもヘッドが上にいるかどうかを確認してください。このポジションで打ち終わりました。このように確認して、次のショットへと移るようにしてください。最初ボールを打つのが難しい人は、このように素振りだけでも結構です。素振りで右手を伸ばす、右手を伸ばす、このように素振りを繰り返して、通常のショットを打つようにしていきましょう。以上でレッスンを終わります。